エルザ・ランギーに、エルザ・ランギーには、フランスの歌手、女優。フランスのパリ18区生まれ。父親は、イタリア系で、俳優、写真家、作詞家のジョルジュ・ランギーに、母親は、アルジェリアユダヤ人家系で画家のクリスティアーヌ・ジョベール。女優のマルレーヌ・ジョベールはおば。ボンドガールも務めた、エヴァ・グリーンは10枚にあたる。7歳で、ロミー・シュナイダー主演映画・シュエミエが。 レイプ殺人事件に初出演。1986年12月、13歳の時、レジス・バルネ監督の悲しみのバイオリンに出演し、また主題歌の悲しみのアダージョを歌って歌手デビューする。1988年、最初のアルバムエルザを発表。1980年代後半から1990年代は、主に歌手業に専念していたが、2000年以降主に、 テレビにて女優業に復帰している。エルザイコール、悲しみのアダージョと言われるほどヒットした。この曲はヒットメーカーとして有名なロマーの娘らの作曲であり、リリース当時1986年は母国フランスで8週間連続チャート1位をキープし、130万枚の売り上げを記録した。日本においても、エドウィンのサムシングの CM や原田智代のカバーで人気を、 白している。なお、この曲は、判剣の問題で、エルザの最初のアルバムに収録されなかったが、1997年のベストアルバム、及びいくつかのコンピレーションアルバムに収録されている。独特の甘さと、切なさを含んだ、フレンチポップスのトップシンガーとして高い評価を受けている。しかし、実の父親である、ジョルジュランギーニが作曲を担当するようになった。 最初のアルバム以降は、本国フランス以外ではほとんど話題になっていない。これについて、多くのリスナーや評論家が、楽曲のボイン要素を指摘している。デビュー当時は、同年代の歌手バネッサ・パラディと比較されることが多かった。バネッサが、英語アルバムを出したり映画へ出演し成功するなど、人気は徐々に、バネッサに軍配が上がった。しかし、エルザの4枚目のアルバム、 ノーブルな道以降は音楽的にも評価されており独自の路線を行く。パリのオランピア劇場でメインアクトとしてコンサートを開いたのは史上最年少でフランスのチャートで1位を獲得した最年少女性歌手でもある。1994年にドイツ人歌手ペーター・クローネとの間に男児を出産。1999年から サッカー選手のビセンテリザラズと婚約していたが、2006年に解消している。ありがとうございます。